南九州西回り自動車道は、熊本県八代市を起点とし、水俣市、鹿児島県泉市、阿久根市、薩摩仙台市等を経由して、鹿児島県鹿児島市に至る、予定の延長約140キロメートルの高速道路、である。一般国道3号のバイパスとして建設される。道路両者へ向けた案内標識上の道路名は、南九州自動車道であり、 南九州道と略される。ネクスコ、西日本や国土交通省は、主にこちらで呼ぶことが多く、正式名称で呼ぶことは少ない。高速道路東南バリンクでは、南九州西回り自動車道の全線に e 三 a が割り振られている。熊本県の八代市から、鹿児島県の市菊式の市までは、八代海、東、品海の沿岸部を通り、市菊式の市からは、 薩摩半島を横断し、鹿児島県の県庁所在地である、鹿児島市に至る高速道路である、おおむね九州新幹線や鹿児島本線、日刹オレンジ鉄道に沿ったルートである。高速道路東南バリングは、南九州に回り自動車道全線に対して E3A が不番されているが、不番ルールでは、並行する一般国道の番号を使用することとなっており、 この付与ルールでは前線で並行している国道3号から E3 となるところであるが先行して整備されていた九州自動車道の路線番号に E3 が不番され南九州西回り自動車道には E3A が不番されている。また南九州西回り自動車道が全線開通することにより 九州自動車道とのダブルネットワークを形成し、災害時であっても鹿児島県と福岡、熊本方面のネットワークを維持できるほか、九州自動車道の八代市から、海老野市にかけての区間にある、肥後トンネル、格闘トンネルといった、危険物積載車両の通行が禁止されている、町大トンネルを高規格幹線道路のみで回避する、ことが可能となる。 熊本県側は起点である八大市の八代ジャンクションから、水俣市の水俣インターチェンジまで開通している。八代ジャンクションひなぐインターチェンジ間は、ネクスコ西日本が管轄する有料区間である八大ひなぐ道路として、ひなぐインターチェンジ足北インターチェンジ間が、ひなぐ足北道路、足北インターチェンジ水俣インターチェンジ間が、足北泉道路としてそれぞれ、 国土交通省管轄の無料区間となっている。鹿児島県側は、出水市の泉インターチェンジから、阿久根市の阿久根 IC 及び、薩摩仙台市の薩摩仙台水引インターチェンジから、終点である鹿児島市の鹿児島インターチェンジまで開通している。泉インターチェンジ阿久根 IC 間が出水阿久根、道路。 薩摩仙台水引インターチェンジ薩摩仙台宮古インターチェンジ間が川内熊野城道路薩摩仙台宮古インターチェンジ一木インターチェンジ間が川内道路としてそれぞれ国土交通省管轄の無料区間として一木インターチェンジ鹿児島西インターチェンジ間はネクスコ西日本が管轄する有料道路区間である 鹿児島道路として、鹿児島西インターチェンジ鹿小島インターチェンジ間は、無料の一般道路として開通している。2019年3月2日現在、総延長 140km 中 103.2km が共用中であり、共用率は72.7%である。足北泉道路の水俣インターチェンジ泉、インターチェンジ間 アクネ川内道路のアクネ IC 薩摩仙台水引、インターチェンジ間については、ミッシングリンクとなっており、未開通の両区間ともに、国土交通省管轄の無料区間として、事業中であるが、全線開通のめどは、立っていない。国土開発幹線自動車道建設法に基づく、基本計画策定時に、九州縦貫自動車道の終点を、鹿児島市にするか、 宮崎市にするかで揉めた経緯があり、結局は、両方の顔を立てて、九州縦貫自動車道の路線は中間を通ることとなった。後に、第四次全国総合開発計画に基づき、九州縦貫自動車道の路線から外れた通ルートが、計画路線として定められた。また、沿線となる、水俣市を中心に窒素が海に流した排液により、引き起こされた。 公害病である、水俣病によって疲弊した水俣市周辺地域の再生振興につながるとして1997年の水俣病に関する関係閣僚会議もお幸せにより整備を図るとされている。九州では初、全国2番目に設置された高尾の北インターチェンジの高速道路ナンバリング対応標識。南九州道の路線番号である、 e 3A が表記されている。開通予定年度南九州西回り自動車道の事業区間としては、八大ジャンクションから、ひなぐインターチェンジまでを結ぶ八代ひなぐ道路、ひなぐインターチェンジから、足北インターチェンジまでを結ぶひなぐ足北道路、足北インターチェンジから、出水インターチェンジを結ぶ足北泉道路、出水インターチェンジから、 アクネインターチェンジまでを結ぶ出水アクネ道路、アクネインターチェンジから、薩摩川内水引インターチェンジまでを結ぶアクネ、川内道路、薩摩川内水引インターチェンジから、薩摩川内とインターチェンジまでを結ぶ川内熊野城道路、薩摩川内とインターチェンジから、一木インターチェンジまでを結ぶ川内道路、一木インターチェンジから、鹿児島インターチェンジまでを結ぶ鹿児島道路がある。 道路管理者は、八代日名ぐ道路及び、鹿児島道路が、西日本高速道路、日名ぐ足北道路及び足北泉道路の、熊本県内の区間については、国土交通省九州地方整備局八大河川、国道事務所、泉や足北道路の鹿児島県内の区間及び泉、阿久根道路、阿久根川内道路、川内熊野城道路、川内道路、道路鹿児島道路は、 国土交通省九州地方整備局、鹿児島国道事務所の管轄となる。南九州にしまわり自動車道の詳細地図。地図中の赤線は、有料、青線は無料である。八代南インターチェンジ付近八代ひなぐ道路は、熊本県八代市東片町の八代ジャンクションから、道市ひなぐ市も西町のひなぐインターチェンジに至る。 延長約 12km の国道3号バイパスであり、南九州西回り自動車道の一部である。ひなぐ八代道路の全区間を西日本高速道路が一般有料道路として管理している。1988年度に事業化が決定され、1998年4月20日に八代ジャンクション八代南インターチェンジ間、2001年10月6日には、 八代南インターチェンジひなぐインターチェンジ間が暫定に車線で共用開始しており、全線が共用されている。ひなぐ足北道路は、熊本県八代市ひなぐ市も西町のひなぐインターチェンジから、足北郡足北町大技、花岡の足北インターチェンジに至る延長 16.8km の国道3号バイパスであり、南九州西回り自動車道の一部である。 1991年度に事業化が決定し、2005年2月27日に、日名ぐインターチェンジ田野浦インターチェンジ間、2009年4月29日には、田野浦インターチェンジ足北インターチェンジ間が、暫定に車線で、共用開始しており、全線が共用されている。足北泉道路は、熊本県足北郡足北町大技、花岡の足北インターチェンジから、 鹿児島県泉市下地式町の泉インターチェンジに、至る予定の延長 29.6km の国道3号バイパスであり、南九州に回り自動車道の一部である。1991年12月3日に、南又インターチェンジ県座会館が整備、計画区間に指定され、1993年度に事業化された。百九十七年二月三日には、 足北インターチェンジ水俣インターチェンジ館が整備、計画区間に指定され、2007年3月5日、水俣インターチェンジ県境館、県境泉インターチェンジ館が、都市計画決定された。2016年2月27日に、足北インターチェンジつなぎインターチェンジ館が、2019年3月2日に、つなぎインターチェンジ水俣インターチェンジ館が、開通した。 アクネ IC 北側から、鹿児島方面を望む出ミズアクネ道路は、鹿児島県泉市下地敷町の泉インターチェンジから、アクネ市鶴川内のアクネ IC に至るの全長 14.9km の国道3号バイパスであり、南九州西回り自動車道の一部である。1997年に、泉インターチェンジアクネ北 IC 間が、出水アクネ道路として事業化され、 2006年に、アクネキタ IC アクネ IC 館が、出水アクネ道路の事業区間に追加された。2008年3月15日に、泉インターチェンジアクネ IC 館が着工した。2015年3月29日に、アクネキタ IC アクネ IC 館が、2015年12月19日には、野田インターチェンジアクネキタ IC 館が、2017年3月11日には、 高尾の北インターチェンジの大インターチェンジ間がそれぞれ開通。2017年11月12日に、泉インターチェンジ高尾の北インターチェンジ間が開通し、これにより全線が強用された。アクネ川内道路は、鹿児島県アクネ市鶴川内のアクネ IC から、鹿児島県薩摩仙台市、水引町の薩摩仙台水引インターチェンジに至る。 予定の二二十点四キロメートルの国道三号バイパスであり、南九州西回り自動車道の一部を構成する道路として建設される予定。アクネ IC 西目 IC 間は二千五年十二月九日に都市計画決定済み。西目 IC 薩摩仙台水引インターチェンジ間は長らく都市計画決定が未策定であったが、二千十二年九月三日に国土交通省が 環境影響評価法に基づく方法書を鹿児島県知事に提出し、提出を受けて鹿児島県は同年9月18日に都市計画の策定及び環境アセスメントに着手した。2013年9月17日に都市計画案が公表され、完成4車線で大川インターチェンジ、湯田西タインターチェンジが設置される計画であることが明らかになった。 2014年7月29日に環境影響評価書を公表し都市計画を決定。南九州にしり自動車道における最後の調査区間となっていたが2015年度より事業化された。なお、事業化後の2016年3月にアクネ市議会では牛の浜海岸付近にサービスエリア等の整備要望に関する意見書を議決している。 2018年10月13日に、アクネ IC の本線予定地で、着工式が挙行され、工事に着手した。川内川大橋南九州西回り自動車道に、併設された歩行者専用の薩摩仙台市道川内、熊野城道路は、鹿児島県薩摩仙台市、水引町の薩摩仙台水引インターチェンジから、薩摩仙台市都庁の薩摩仙台宮古インターチェンジに、 いる、延長 10.2km の国道3号外パスであり、南九州西回り自動車道の一部である。1995年に事業化し、2008年3月15日、薩摩仙台水引インターチェンジから、薩摩仙台宮古インターチェンジまでの区間が着工した。2013年3月10日に、薩摩仙台水引インターチェンジ薩摩仙台、高江 IC 館。 2015年3月7日に、薩摩仙台高江 IC 薩摩仙台都、インターチェンジ館が開通し、これにより全線強用された。また、薩摩仙台水引インターチェンジから薩摩仙台、高江 IC 館にある川内川大橋には、歩行者専用の薩摩仙台市道が併設されている。串木のインターチェンジ付近川内道路は、 鹿児島県薩摩仙台市都町の薩摩仙台都インターチェンジから、一木区式の塩用里の一木インターチェンジに至る、延長 13.8km の国道3号バイパスであり、南九州にしまわり自動車道の一部である。1991年度に事業化され、2005年3月13日には、区式のインターチェンジ、一木インターチェンジ間、 2007年3月3日には、薩摩仙台都インターチェンジ区式のインターチェンジ、間が、供用開始され、全線供用された。松本本線料金所と松本 IC 出口、鹿児島道路は、鹿児島県市木区式の市大里の一木インターチェンジ、から、鹿児島県鹿児島下上八丁目の鹿児島。 インターチェンジに至る延長約 22.2km の国道3号のバイパスであり、南九州西回り自動車道の一部である。鹿児島道路の内一期インターチェンジから鹿児島西インターチェンジまでの区間は、西日本高速道路が一般有料道路として管理している。1988年度に事業化され、1988年10月19日に、 鹿児島西インターチェンジ鹿児島インターチェンジ1998年3月26日には移住員インターチェンジ鹿児島西インターチェンジ2002年4月6日には一期インターチェンジ10位インターチェンジが開通し全線強用された2020年3月10日に宮間インターチェンジ10位インターチェンジの暫定に車線の4車線化を 計画的に推進するため、課題の大きい優先整備区間として、国土交通省より選定された。同年3月30日に、前述の区間の4車線化の事業許可を、西日本高速道路に対して行った旨を、国土交通省が発表した。2020年度より、宮山インターチェンジ10位イ,インターチェンジ間の 2.3km は4車線化工事に着手中。 小つなぎトンネル24時間、交通量道路交通センサス2015年時点での、交通量は、ひなぐインターチェンジ、足北インターチェンジ、薩摩仙台都インターチェンジ、鹿児島インターチェンジ、間の交通量は、おおむね1万台を超え、特に、鹿児島市外にある鹿児島西インターチェンジ鹿児島、インターチェンジ間は2万台を超す状況となっている。また、 道路の混雑具合を示す混雑度は2015年の道路交通センサスによると、薩摩仙台宮古インターチェンジしか小島インターチェンジ、館ではその道路の交通容量を示す1.0をおおむね超えており、一木インターチェンジ付近では混雑度が1.72を示している。より一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。